こんばんは、ちかです。今日は半島祭市場という市場に来ています。ここはゴーバップクというところにあって、ホーチミンの、ね、一区の中心部からはかなり離れたところにあるんですが、ホーチミン最大の市場と聞いたのでやってきました。でここの市場は一区が有名らしいんですが、腹が減っては仕事ができるということで、最初はね何か食べて腹を満たしてからね、洋服見に行こうかなと思います。ということで今回は広東タイ市場で食べ歩きをしたいと思います。では早速行きましょう。はい、じゃあねまず喉乾いたんで飲み物買いたいと思います。このココナッツのね飲み物有名みたいなんで買いたいと思います。もう一回はお湯気のもう一回やんもう一回さらに早速なんかココナッツが入ったドリンク飲んでみます。うん、めっちゃ美味しい。ちょっとだけココナッツミルクっぽい味がして甘くてね、めっちゃ冷えてて美味しいです。普通のねココナッツの果実より美味しい味がついてて、ね、このベトナム風ピザがあるので買いたいと思います。そしてねこれがバンチャンっていうねベトナムピザですね。こんな感じいろいろ入ってます。はい、ではいただきます。うん、うん、一口食べて美味しい。結構ね癖のある香草とか入ってるんですけど、なんかねソースでいい感じにバランスが取れてます。すっごい薄いクリスピーピザって感じです。チーズはね入ってないから違うんですけど、ウインナーとかも入ってて美味しい。スプクワがあるので買いたいと思います。カニのスープです。スープは1万5000ドルいただきます。これはねカニのスープです。カニとね鶏肉とかも入ってる。あとはうずらの卵とかとろみのあるスープです。いただきます。おいしい。しいたけとかね、人参とかも入ってて、そういういろんな出汁がね、詰められてて、すっごい美味しい。ほら、とろとろ。美味しい。ほら。うずらの卵もね、めちゃめちゃ美味しい。卵もね、いっぱい入ってて、カニかき玉汁って感じかな。これはね、絶対日本人みんな好きだと思います。中華スープですね。お肉もね、カニもいっぱい入ってます。また入ってました。ラッキー。うずらの卵がスプクワにはめっちゃ合います。なんだろうな、普通のね卵とは味がちょっと違いますね。うずらの卵はスプクワにはこれがぴったり。ここにねいろんな麺が売ってあるので、ここでちょっと頼みたいと思います。はい、ということで麺が安いので2つ注文しました。こちらが
ミークアンと、こちらがフートゥーコー、汁なしコーです。こっちにね、スープがついてきます。で、このお野菜を入れてね、食べる感じです。では、いただきます。まずね、ミークアンから食べます。これはね、ダナンとかね、チューブのお料理ですね。これ1杯25,000円と125円。こういうね、太めの麺です。きしめんみたいな感じ。ここにね、煮込んだ鶏が入ってます。あとはね、こういうさつま揚げとか、このかまぼこみたいなやつとか、あとエビが入ってます。おいしい。ね、麺もちもちしてます、ね、かまぼこみたいね。おいしい。胡椒が効いててね、このね、麺とめっちゃ合います。なんかね、鶏だしのラーメンって感じで、かなり食べやすい味です。これがね、煮込んだ鶏肉。美味しい。めっちゃね、煮込まれてるからホロホロです。こういうね、骨付きの肉入れてあるから、すごい出汁が出てて美味しいです。これおせんべいみたいな、このちょっとだけ入ってるね、汁につけて食べます。パリパリのおせんべいなんですけど、汁につけるとプルプルプルって感じになって、不思議な感じなんですけど、美味しいです。めちゃめちゃ、うん、駄菓子屋とかに売ってありそうな懐かしい味。そしてね、汁なし風というのを頼んだので、これも食べます。これね、山盛りのお野菜をもらったので、これもね、一緒にかけて食べます。これね、ちょっとね、固まってるんでね、一緒にもらうスープをちょっとね、かけてほぐします。ちょっとね、先にスープ飲んでみます。うん、中にね、こういうのも入ってます。これはお肉、魚のすり身かな、多分。うん、これはボービエン、お肉のね、肉団子みたいなやつです。ここにね、豚骨も入ってます。これはね、色透明だけど、めっちゃね、濃いですね、味。じゃあね、ほぐしたのでいただきます。これはね、1杯100円なので、どんな味か。なんでこれ、めっちゃ美味しい。このあえてあるタレが何なのか分かんないんですけど、この麺はね、そうめんのもちもちした感じの麺です。うん、分かった。これは日本の油そばですね。油そばに似た味。汁がね、飲みたくなるんですけど、これはね、一緒に汁が絶対ついてくるんで、それがいいところですね。そしてね、ちょっと味変でサテを加えてみたいと思います。こんな感じで赤くなる。辛い。うん、おいしい。なんだろうな、日本のね、ラー油とは違って、結構ね、エビの感じが強いんでね、全くね、違う麺に変化するので、おいしいです、すごい。これ中にね、フライドオニオンもいっぱい入ってるんですけど、これがね、アクセントになって美味しいです。これだけ食べてね、おつまみになるくらい美味しい。はい、ということで、今日はハントンタイ市場で食べ歩きしてみました。めちゃめちゃ安かったです。全部でね、400円くらいでした。フーコクだったらね、これの2倍くらいするんで、ここはね、フーコクの半額くらい安かったです。麺をね、食べたところなんですけど、本当にいろんな麺があって12種類ぐらいありました。全部ね、2万ドンぐらいなんで、全部食べてもね、1000円ぐらいというね、安さだったので、もうちょっとね、人数が多かったら全部食べてみたかったなって感じでした。
広東大市場ね、衣服もいっぱいあるんですけど、食べ物もね結構いっぱいあるので、ぜひね広東大市場一度来てみて食べてみる価値はあると思います。では今日は終わりです。バイバーイ。